リビングルームフォアスモールのとしゆきです。今回はあるものを買いに朝早くから原宿に行ってきました。この日の最低気温は 11.2 度でめっちゃ寒かったです。そんな寒い日に買ってきたのは原宿のグレイトでこの日に発売のギークスルールとシリアルエクスペリメンツレインのコラボ T シャツです。それではそんな1日を紹介していきます。ということで実際にお店来たんですけれども、まず最初に整理券配布の列に並びました。こんな感じで140人ぐらい並んでたみたいですね。ただ他のコラボの時にはもっと並んだ回もあるそうで、その辺はすごいなって思います。はい、ということで整理券番号は40番でした。140人中40番なんで結構いい数字じゃないでしょうか。結構買えそうな予感しますね。結局30分ぐらい待って入店することができ、無事買うことができました。店内の様子としてはこんな感じでした。アニメの映像が流れてますね。そしてこちらは T シャツ買えた後に撮ったお店の入り口の様子。 T シャツのフロントに使われているグラフィックがポスターとして飾られています。このすぐそばで僕の後ろに並んでた人がまだ並んでる状態でしたね。そしてこれは原宿駅前でのショッパーを撮った動画です。なんかこういうの撮るの慣れてなくて本当恥ずかしいんですよね。よいしょ。はい、ということで買ってきました。並んだ甲斐あったなと思います。なんか本当にいい T シャツ買えたので、ちょっと早速開けていけたらと思います。実は自分の分と、あとちょっと知り合いの分を購入しまして、ちょっと自分の分だけ開けていこうかと思います。これですね、ギークスルール入ってます。はい、こんな感じです。サイズは L サイズを購入しました。意外にね、前の人は結構 L サイズ選んでる人が多くて、 L サイズが一番着やすいサイズ感だと思います、日本人体型において。で、表がこういう感じで、裏がこれですね。バックリもちゃんと入ってるっていう。まあちょっと改めてこの T シャツの説明ちょっとしていこうかなと思うんですけど、ギークスルールという T シャツを作ってるブランドですね。で、まあどういうブランドかっていうと、90年代の、T シャツのボディだったりとか、あとこのプリントですね、プリントの中でもプリント技法だったりとかインクとかっていうところにこだわり抜いて T シャツを作ってるブランドで、まあこれまでにブランドの立ち上げ一番初っ端は、エヴァコラボでしたかね。なんかそれはめちゃくちゃ人並んでたみたいなんですけれども、基本的にはその日本のアニメの、まあ、オリジナルの版を使用して T シャツを作っているというブランドでございます。で、今回買ったのはシリアルエクスペリメンツレインっていう、1998年に放送されていたアニメのグラフィックを使用した T シャツですね。で、まあ恥ずかしながら僕ちょっとこのアニメ見たことなかったんですけれども、ちょっと今回を機に見てみました。まあ、ちょっとサイコホラーみたいな感じで、まあ、もう物語終始ちょっとこう陰鬱な感じのアニメですね。この現代のアニメを見てから、まあこれ見ると、まあ、やっぱりこのなんて言うんだろう、アニメーションの技術的にはやっぱり劣る部分があるんですけど、物語だったりとか演出っていう部分ではすごい秀逸だなと感じさせられるアニメでした。ちょっとまだ何回も見たわけじゃないんであれなんですけど、なんかそういう印象を受けましたね。フロントプリントはこのレインのキービジュアルみたいな象徴とするようなビジュアルで、真ん中にいる少女が主人公のレインっていう14歳の少女ですね、がまあプリントされてると。で、裏にはクローズザワールド、オープンザネクストという形でプリントが、まあ、このアニメのキーメッセージみたいなものがプリントされてます。結構これ欲しいなって思った決め手はこっちなんですよね。どっちかっていうとこのバックプリなんですよ。
今までギークスルールフロントプリントだけメインの T シャツが多かった。多分バックプリもついて入ってるのなかったかなって思うんですけど、今回バックプリもしっかりと刷られていて、なんかそこがすごいいいなと思って買ってみました。フロントプリントももちろんかっこいいなって思うんですけど、バックプリもあるっていうのもすごいいいなって思うのと、あとはここクロスザワールドの方はこっちから読むんですけど、オープンザネクストはこっちから読むと。でなんかそういったちょっとデザインも効いてて、なんかすごいいいなと思いましたね。プリントのクオリティもめちゃめちゃ高くて、本当に90年代のプリント技法をそこにこだわって作ってるんで、実はこれこの版するのに 12枚っていうのかな、単位的に12枚の版が使われてると。12色色を使って刷られてるんですね。でまあなんかパッとなんかそれだけ聞くとなんか普通なことのようにも聞こえると思うんですけれども、現代で T シャツする上で、まあ、一番オーソドックスなのは4色刷りなんですよ。家庭用プリントとかプリンタとかであるシアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、この4色を混ぜ合わせてフルカラープリントをするっていうのが、まあ、今結構 T シャツするってなったらそれが主流なんですけれども、まあ当時はよりそれをクオリティを高くするため、あとは黒ボディに立体感を持たせつつ忠実な色味を再現するために行われてたのがこの特色分解っていう風に言われるんですけど、その技法が使われていて、実際それをできる工場っていうのが日本全国探しても本当にないらしくて、なのでそれぐらいちょっと技術の高いプリントとなってます。すごく買えてよかったなって思いますし、実際やっぱ実物見てもすごくクオリティの高いプリントだなって思いますね。これが本当にシルクスクリーンでちゃんと刷られてるんだって思うと本当に驚くものがあるというか、こんなに綺麗にできるんだと思うばかりですね、っていうような1枚でございます。めっちゃ良かったな本当で、まあ一応袖と裾はダブルステッチの仕様になってます。ボディの質感は何に似てるかな、90年代のフルーツとはまたちょっと違う質感で、なんかジャイアントとかももうちょっとね厚い気がするんですよ。生地がもうちょっとこうしっかりしてるというか、ちょっと厚みがある感じなんですけど、それよりかはちょっと薄い感じのボディですね。だからサイズ感がめちゃめちゃ素晴らしいなと思います。着丈が74とかなんですよ、 L で。こっちの身幅がいつだっけな、55とかだったっけな、それぐらいだったと思うんですけど、結構それってまあヴィンテージ T シャツってまちまちなんですけど、ヴィンテージ T シャツでいうところの XL みたいなサイズ感が L だったので、ちょっとこれ買わせていただきました。この寸法を見た時に、ああなんかすげえ、わいいサイズ感してんなってすごく思いましたね。はい、まあ、なんか僕が持ってるあのパールジャムのチョイスイスとかともうほぼ同じぐらいのサイズ感ですね。あのサイズ感すごい気がするんで出てきたっていう感じです。はい、っていうところで、本当に初めて洋服買うときに並んだんですけど、なんか本当にもう並ぶのはもう本当に嫌ですね。なんかその自分のこの性格的にあんまり人と同じもの着たくないっていうのがあるんで、まあそういった意味でもなんかこう同じもの着てる人がこう見えちゃうのがなんか嫌なんですよね。それを気に入ったのが自分だけであってほしいし、まあ現実問題そういうことはできないんですけど、ただでも人がかっこいいと思わないものを自分自身がかっこいいを見出したいというか、なんかそういう価値観なので僕自身は、なのでまあできれば今後はあんまり並びとかは行きたくないなっていう感じでした。あとはすごい寒かったんで、もう並びたくないっていうのが正直な感想です。はい、でも物としてはめちゃめちゃ良かったです。ぜひ、まあ、この動画間に合うか分かんないですけど、確か12日まで抽選販売の応募は受け付けてると思うので、もし動画が間に合って気になる方はそこから応募してみたらいかがですかね。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございます。リビングルームファーストモールのしゆきでした。